皆さんこんばんは。サブラジ、コンテンツが第2回始まりました。お願いします。こんばんは。お願いします。いや、月曜日夜ですね。また来ましたね。早いね。いや、ちょうどちょっと皆さん週末はどう過ごしてましたかね、というのも実は私福岡からちょっと東京に出張がありまして、皆さんとちょっと初顔合わせをさせていただきました。はい。多分今ここにあの写真が出てくると思うんですけど、はい、初めてね、初めて4人が対面したっていうので、そうですね。いや、ちょっとどうですか、なんかちょっと緊張しました。最初東京という意味では緊張しましたね。あ、このメンバーはもう初と言いつつもなんか慣れてる感じがあって、初って感じがしなかったですね。おー、ですね。ちょっとレゲパンはそのままレゲパンだったし、そうでした。ちょっとなんか違って気づきにくいかなとか思ったけど、もうすぐ分かりましたね。あ、本当ですか。ノリピーさんちょっと髪切ってちょっと気づいそうになってましたね。いや、夏ですね。夏はい。はい、じゃあ今日も暑い月曜日行きましょうか。そうですね、始めますか。はい。では今日の、企画というか、コンテンツ会ということなので、前回と同じように、目指せ、データセーバーの道から始まりまして、ナルビーさんの、ワクワクニュース、そこから、今回は JPUG の、告知はないので、あとはチェンジマンショーといった形で進みたいと思います。よろしくお願いします。はい、します。お願いします。では初回は早速、あ、失礼しました、乾杯はしなかったですね。お、食べたよ。いやー、ちょっと昨日の先が抜けてないのかな。はい、じゃあぜひぜひ皆さんも一緒に、はい、月曜夜、今週も頑張りましょうも兼ねて、はい、一緒に頑張りますか。はい、はい、はい、じゃあまたやん、月曜の夜に乾杯。はい、はい、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。例えば昨日はレゲパンチ飲んでましたね。いや、もう飲まされましたね。レゲパンチを。ここに、ここにあのレゲパンがレゲパンチ飲んでる写真がここに多分、はい、出るので、はい。楽しみに。はい、よし、では行きますか。データセーバーへの道ということで、では、資料の投影をレゲパンお願いします。はい、承知いたしました。ではこれはあの今回はあの前回の宿題として、前回はあのなんでタブロー興味持ったのって話だったんですけど、今回は、ちょっと内容に入ったみたいなところで、タブローを使って何ができるかっていうところをこの前デキパンはあのイベントでちょっと触ったっていう話だったんですけど、あのまだそんな改革もありますし、またはね、あのまだ本当に初心者って、初心者というかまだこうこれからムーンに入っていくところだと思うので、はい、まずはちょっとどんなことができるかっていうね、ところをちょっと調べてみるということですね。今日という、はい、お願いします。はい、じゃあまずはエレバンからいきますか。僕が調べたのは、6つあって、まずは1つ目は直感的なデータの可視化。これはあのドラッグ&ドロップ操作で簡単にデータのグラフやチャートが素早く作成できるのでできるっていうところです。で、2つ目が豊富なグラフとチャートのサポート、折れ線グラフとか棒グラフとかヒートマップとか、バイオリンプロットとかいろんなチャートが作れますよっていう感じです。で、3つ目がダッシュボードの作成。インタラクティブなダッシュボードが簡単に作成できます。
4つ目がデータサイエンスで、なんか R とか Python とか MATLAB で統合して分析できて、でそれに加えて、セールスフォースの AI アインシュタインディスカバリーっていう AI も、利用しながらデータサイエンスができるっていう感じでした。で5つ目がモバイル対応、携帯でも見れるようにダッシュボードをのサイズを変更することができるみたいですね。ダッシュボードのサイズっていうか、ダッシュボードをモバイルデバイスでも閲覧が可能ってことです。で6つ目が、データのエクスポートと共有、作成したダッシュボードのエクスポートやタブローサーバーを用いたチームでの共有ができます。以上です。はい、じゃあこれに対してセイバードリピーか気になるところあれば。はい、そうですね、実際にもう触ってるところがあったので、それに対して、本当にできることを、網羅的に記載してもらったかなと。じゃあこの中で、なんかレゲパンが一番最初魅力的だなって思ったところってどこでしたか？触ってみようと思った、触っててか、そうですね、一番思ったのは直感的なデータの可視化ですね。そのドラッグ&ドロップで簡単にできるっていうのがやっぱり嬉しいなって思ってて、僕めっちゃ面倒くさがりなんで、この操作難しいとちょっとサボっちゃうんですよね。もうやらなくていいやみたいになっちゃうので、そこがない、めちゃめちゃ簡単っていうところが勉強しやすさにつながるかなって考えてます。そうね、他のさっき比較対象というか、データサイエンスのところで言ってた、R とか Python とか、ドラゴンとかだと、やっぱりコーディングしてて、綺麗なビジュアライズしていくみたいなところがメインになってくるけども、あと Excel もあるか。Excel よりも全然簡単で、工数少なくて、綺麗なグラフが書けるっていうところの強みを今、言っていただいたかなと思います。ありがとうございます。ちょっと私からも、これ、タブローの、タブローの製品の機能とか、特徴っていうところだと思うんですけど、今回のお題のタブローを使って何ができるか、どんな機能があるかっていうところで、こういうところだと思うんですが、そのツール、手段、前回もトッピガーのツールとか手段これを使って、じゃあ実際に現実世界で どんなことが、やられてるかとか役立ってるかっていうところをもし調べてたり、あるいはなんか想像でもいいんで、これ見た時にこんなところで役立つんじゃないかって僕があったら、ちょっとぜひぜひイメージしたものをちょっと聞いてみたいなと思います。はい、そうです、SNS とかで、SNS 運用とかで、アナリティクスのデータ、Twitter アナリティクスとか YouTube アナリティクスとかデータを用いて、そのどんなツイートが伸びてたのかなとか、どんなツイートがどんなインプレッションとかエンゲージメントとかありますけど、どんな反応を見せたのかなっていうのをもっと見やすくして、今後のツイート伸びるツイートを作っていくっていうのができるんじゃないかなと思ってます。なんか今タブロー以外でなんかグラフ見たりとかしてるっていうところですか？いや、それをちょっとやってみようかなって思って、ちょっとだけやってるんですね、実は。それなんか GA とかで、GA じゃなくて、普通にツイッターのやつですね。ああ、はいはい。それやってんだけど、その操作方法とかもあるし、その見栄えが、これから見るけど、いいか悪いかも、ちょっと趣味が合わなければ、自分なりにちょっときれいに作ってるんじゃないかっていう、ちょっと特徴が、かなって感じですかね。はい。はい。はい、じゃあ、そうですね、じゃあ続いて
で、バタヤン、そうか。おお、では、私が調べたのは、まあ、同じように、機能点に着目して調べまして、まずこの1ページ目の3点と、次のページの2点、合計5点ですね、について、まあ、ちょっと、こんなことができるんじゃないかなっていうのを調べました。で、大きく、まあ、レポーティングだとか、グラフの共有だったり、あとは、まあ、グラフ化したものを、まあ、自動的に更新したりだとか、で、まあ、グラフ化するためのデータを取り込むといったことを挙げてますけども、やっぱ一番は、まあ、そのデータを、まあ、目的の人に見せて、何かしら意思決定をしてもらうといった意味では、やっぱこの、なんだろう、データを更新するだけでグラフが自動的に更新されるのが一番のメリットなんじゃないかなと考えてます。はい。こんなところです。だから共有とか見せてのアクションにつなげやすいような、なんかこう、動線になってるんじゃないかなっていうのをすごく感じてます。ただ、グラフ化するだけであれば、まあ、既存の Excel とかでもできるので、そうじゃなくて、自動的にもう、なんだろう、なんていうんだ、リアルタイムにグラフを作ってくれるという意味では、より迅速な意思決定に役立つんじゃないかなっていうのをちょっと感じてます。はい、私は以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、ムルピー先生、コメントお願いします。はい、ありがとうございます。使ったことないのによく調べましたっていうのがあります。周りに使ってる人って僕と剣豪以外にいたりします？いや、僕の周りにないですね。いないんだ。あ、いないのに結構。なんか今、多分会社とか、うんうんうん、その部門にはいると思うんですけど。うん、そうか。そのなんだろうな、自動更新されて迅速な意思決定というか、アクションにつながるみたいなところが、実際もう周りに使われてる方がいるかなっていう、うん、このくらいの、はっきりした回答だったので、実は触ってはないものの、割に結構ヘビーで使われて、そういう用途で使われてる方がいるのかなと思って質問しましたけど、うんうん。ありがとうございます。剣豪どうですか？うん、同じく、なんか、うん、こう、横で見てるような、私からはちょっとさっきと同じように、まあ、今、迅速意思決定ということで、お話したんですが、まあ、実際、それがちょっとどんな現場で、あれどんな対象に対して、役立つかみたいなって、なんか妄想でも想像でもいいんで、なんか、あれば、ちょっとコメント聞きたいですね。はい、そうか、どんなところかか、うんうん、そうですね、うん、例えば、うん、何でしょう、何かこう物を売るときに価格の調整とかをネットの通販とかだとすると思うんですけども、うん、そういったこう売れてる頻度だとか売れてる価格を見てある程度のこうベンチマークの売り上げを達成したいときにその辺の調整をするとかかなとかちらっと思いましたけど、ね、どうなんだ。あれ目標のなんかスコアでそこがやりたいなんか実施しているところをこう落ちてみたいな。だからそこをなんだろう、価格の調整だったり在庫の調整だったりこうリアルタイム性がすごく求められるようなところになんか向いてそうだなと思いました。はい、ありがとうございます。実際そういう今言ってくれたような機能がタブローにあるので、はい、ちょっと今後、それ、これからっていうのをちょっと答え探しをするような感じで、ちょっと勉強してもらえればいいかなと思いました。はい。ありがとうございます。はい。なんか、結構、そうですね、まずは機能の概要を2人とも、調べてくれて、あとは、ここから実際どう使われていくかっていうところを、まあ、知りながら、そうですね、最終的にはこれ手段するなのでどう役立つかってところを忘れないように、はい、また、セーバーへ目指してセーバーのチャレンジにまず目指してほしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでじゃあ、はい、じゃあまたじゃあこれを受けてじゃあちょっと次回ですね。はい、ヌルピー次回のお題を誰に、発表
お願いします。はい、ではですね、次回のお題ですが、今できることを記載いただきましたが、じゃあ2人が可視化したいデータって何かありますか？まあ、実際なかったら、なかったりあったりしたら、その情報を入手して、見ましょうというところです。あとは、まあ、今あればあれですけど、まあ、こんなデータってどこにあるんだろうなみたいなところの探索から、ウェブ探索からちょっとやってみてください。はい、期待通りのデータが入手できるかどうか含めて勉強お願いします。データの入手、ね、一言で言うと、はい、入手宿題入手ゲットデータお、これちょっとキーワードですね、これテクテク、はい、ということで、はい、ゲットデータです。はい、データなくして何もないので、はい、もちろんですが、確かに、はい、はい、そこをちょっと具体的に踏み込んでいこうぜというところのことですね。はい、2人どんなものを可視化したいかっていう思いと、こんなの見つけましたみたいなところをちょっと楽しみにしてるので、よろしくお願いします。はい、はい、ちょっとじゃあ探していきます。はい、はい、はい、では一旦、データセーバーの道を終わりまして、次のコンテンツ、まあ、ワクワクタブローニュースの方に行きたいと思います。ではノリピーさん、お願いします。ではノリピーのワクワクタブローニュース始めます。はい、始めますって言ってデートセーバーブリッジ始めましたが、今日のお題です。はい、ついに始めましたよ。でですね、データセーバーブリッジ、割と最初の方でデータセーバーブリッジ初回の、まあ、ゲストを呼んでお話ししましたけれども、第2回目が始まります。はい、というところで、はい、まあ、データセーバーブリッジとは、まあ、これ若干おさらいになりますけれども、データセーバーというところで、まあ、周囲、まあ、データセーバーと言われる、まあ、師匠たちと、まあ、その弟子入りしたいなという人たちをつなぐプロジェクトというところで、ここおさらいですと。はい、で、早速、まあ、スケジュールです。前もうですね、実は師匠募集というところが始まってます。で、KT という、マスター KT の説明動画というところももうすでに配信されているので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。はい。で、随時ですね、ホームページ今回作りまして、情報随時更新していく予定ですので、こちらでも、はい、確認をお願いします。で、先ほどのスケジュールにもありましたけれども、師匠募集絶賛やってます。はい。なんと、7月31日、今日の23時59分まで師匠募集やってます。はい。もう、ラジオ見たらすぐに、はい。みんなチェックしてください。師匠絶賛募集中です。よろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。からここの中に今後、渡辺なのか劇団なのかの師匠がいらっしゃる可能性があると。そうですかね。そう、すごい可愛い師匠がいいな。そこはね、完全ランダムになる予定なの。その発言なんか自らやりにくくさせてるライブ。からくはい、はい、はい、かわいい人好きな渡辺でございましたと。はい、はい、これがホームページです、ね。はい、うん、まあ、また順次更新していくんで、はい、うん、まあ、これもこれ KP の動画にリンクとかも飛べたりするんで、はい、見てみてください。はい、この動画は渡辺でゲパンはまだ見てないかな。あ、そうですね、見てないですね。じゃあ、23時59分までに。はい。で、これぜひね、うん、ぜひぜひ、はい、見て、うん、欲しいと思います。はい。はい、了解です。しました。はい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 。私のニュースは以上です。うん、はい。じゃあ、また、ブリッジも、なんか続報とかあったら、この、
これ明らかにワクワクするニュースだと思うのでまた、うん、ワクワクニュースでよろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあワクワクニュースはこれで終了ということで、はい、ではいよいよ次チェンジ版に移っていきたいと思います。今日のお題なんでしょうね、すごい気になるな。はい、何だと思う、行きましょうか。テンション上がってるね。はい、ということでじゃあ、はい、前回、はい、成功なのか失敗なのかよくわからないままやりましたが、はい、2回目やらせてもらいます、うん、チェンジ版ショーパート2でございます、よろしくお願いします。イエーイ、はい、またワタヤンネギパンフルピー頑張ってもらいますよ、よろしくお願いします。はい、で皆さんも一緒に、はい、考えながらちょっと楽しんでもらえたらなと思います。はい、改めてですが、データの力でですね、どうやって行動がチェンジするかっていうのを、スポット当てた、企画になってして、2つの質問を、メンバーに投げていきます。質問の1個目はあるお題を用意するので、そのデータとかグラフが書いてあるんですが、そのデータグラフはよりこういうものだったらとかこういうものだったら行動が変わるなっていう、そういう質問、どうしたら、どういうグラフだったらチェンジするかっていう質問、2つ目はデータじゃないで、まあ、行動が変わるって全部がデータで変わるわけではないんですが、ないので、それはどうすればいいかっていうのを聞きます。まあ、例えば何かあったら変わるとか何かすれば変わるとか、まあ、そんな話ですね。でその辺を、皆さんの回答を私が独断の、独断と偏見で評価してポイントを加算して、一番多い人がチェンジメントということをやってます。で前回の振り返りの例なんですが、前回はうまい棒を買いに行こう、買おうと思うにはどうすればいいかっていうところで、まあ、それを示唆した、それを意図したグラフじゃ全然ないんですが、世の中に公開されているこういうグラフを見たときに、こういうデータがあれば、買おうに行こうと思うとかですね、そういう、議論を通じて、行動変容ですね、なんかきっかけとか参考になるかなというところを一つします。はい、前回ね、なんかマイナーな味のランキングを強調すればいいんじゃないかとか、あとデータグラフ以外では、SNS で、マイボーを食べるとかですね、まあ、そんな話があったんですが、うん、そういうのを、出していこうと思います。で、ルールは、質問なんですが、これちょっと今日初めて公開するんですが、3人にデータについての質問を3個出します。はい、3個出します。で、データ以外は1つということで、計4問、答えると思います。で、前回の動画ですが、事前にメンバーにはこれから発表する答えは伝えているので、もう3人はすでにネタを用意しているというところですね。はい。まあ、そこがちょっと不戦略になるというところなんですが、どういうことかというと、ポイント表は、これですね。いいねと思ったポイントは3ポイント。で、他人の回答にかぶせて、さらにいいねと思ったら5ポイント。で、まあ、それを私の独断で決めてます。で、まあでも、なんか新しい話を出してくれたら1ポイント。で、タイムアップは、まあ、私が、長いなと思ったら、0ポイントになります。あとは、元気がなかったらマイナス1。はい。同じ話だったらマイナス3。はい。あと、答えになってないマイナス5。で、話が長い、もうこれ、あれですね。もう、ゲーパンこれから社会人になります。話が長いはもう悪なので、はい。マイナス100です。はい。で、これ前回ですね。でちょっと失敗して、前回ですね、ノリピー優勝だったんですが、うん、ノリピーが7点で優勝で、バタヤンがマイナス45ぐらいで、エグファンがマイナス44で、なんかもうよくよく分からない。ちょっと今回、点数調整をしました。はい、ということで、前回、はい、ノリピー1ポイント、取ってるんで、これですね、総会までの、チェンジ1で一番星の多い人に私から素敵なプレゼントをしますということで、じゃあちょっとお題の発表でございます。はい、皆さんもちょっとぜひこれ見てみてください。今日の、チェンジお題ですが、はい、若者10代がですね、映画館に行くようになるにはどうすればいいかってことで、もちろんこれをのためのグラフではないんですが、それに関連したグラフを引っ張ってきました。経産省にいろいろ統計データ載ってるんですが、その中でですね、私ですね、先日、ジブリの、はい、君たちはどう生きるか見てきたので、その映画ネタがいいかなと思うんで、読んでみました。で、これ、はい、グラフはですね、映画離れは本当かという、まあ、タイトルで、2019年のちょっと3、4年前のデータなんですが、です。で、1番目で、映画館の関数が、2000年から、減ってるよねっていうところとか、あと、鑑賞数ですね、人々の年代別の鑑賞数で、
映画館で見る鑑賞数が2006年と10年後の16年でどう変わったかってところで、まあ、ほとんど、減少していると、まあ、ちょっと高年齢になると上がっているところはありますが、うんはい、あとは映画館以外の映画鑑賞、これも今もうすごい一般的だと思いますがっていうところについても、軒並みですね、若者の方が減ってて、で高齢の人は年配になると増えてると、映画館が数えて、そんなデータがあるんですね。はい、でこの経産省のホームページを見ると、すごい分かりやすく分析、されてまして、じゃあこれって、若者どうしてだろうということで、2番ですね、年代別の、これ面白いですね、総平均時間、これ何かっていうと自由時間、あなた自由時間、はい、10年前に比べてなんか増えましたか減ってましたか、そんな感じなんですよね。減ってる、減ってる、全年代ほとんど自由時間減ってると、うん、その自由の中の、内訳としてテレビラジオとかもあるんですが、テレビラジオのこのメディア系は若者特に減ってて、逆にこう休養くつろぎ趣味っていうそこにくくられるものの時間は、自由時間減ってるんだけど相対的に10年前よりかは増えてるというそんなデータもあるというところから、さらに、その映画館というところで、テレビとネットっていうところですね、さっき映画館以外の、映画鑑賞の時間が減ってるっていうのもあったんで、じゃあテレビネットを見てみると、うん、これ矢印が上に行ってるものが増えてるんですが、ここまでのところですね、はい、テレビは、まあ、減ってる、まあ、そこは肌感であるかなと思うんですが、でネットは増えてると。じゃあさらに、いやネット増えてるでも映画鑑賞は減ってるっていうところで、じゃあネットで何をやってるんだってところで、右側ですねってところなんですが、関わってる若者のところでバーが多いのが時間が多いってところなんですが、ソーシャルネットですね、オレンジっぽいところですね、左から3番目のそこが、まあ、増えてるよってところが、大半だよってところがあるとがあります。で VOD ですね、右から、3番目ってところですね、まあまあ、ここはちょっと映像メディアとかになると思うんですが、まあ、そこは少ないねとか。でさらにコンテンツ配信業者数としては右肩上がりなんだけども、うん、そのこと映画っていうところが、そのコンテンツの中に刺さっているか内包されたかどうかは、まあ、ちょっとまだ分からないというそんなことが書いてましたが、こんなグラフです。まあ、ただこのグラフを見て、じゃあよし、じゃあ映画館になるのはなかなか、まあ、もちろんこれをそのためのグラフではないのでなんですが、うん、まあ、これもちょっと参考にしながら、はい、どんなグラフがあれば、チェンジになれるかというところで、早速ですね、チェンジはスタートということで、やっていきます。じゃ前回の、はい、最下位だった、綿谷から、はい、いきますよ。いいんすか、いいんすか、はい、はい、これズバリですね、ズバリズバリ、まずどんなデータグラフがあればいいかということですね。そうですね、グラフデータで、はい、これやっぱり、うん、このなんでしょう、ネットとかでは味わえない、うん、映画館であればよりこう、うん、楽しめたジャンルのデータ、例えばアクション系の映画であれば、うん、やっぱネットで見るよりも臨場感があってよかったといったこういったアンケート、うん、なるほど、これは映画館でしか味わえないよみたいなデータ、うん、あ、3ポイントわー、3ポイント高いのかしら。あ、高いよ、うん、高いそう、相手の被せじゃない最高ですね。おー、はい、なるほどなるほど、はいはい、これでもう、はい、話が長いから、ね、限りはもうマイナス4、うん、はい、よかった、ね、はい、じゃあ次、前回2位だったやっぱりこれはそうですね、 Netflix とか他の配信サービスとかの利用者と、うん、あと映画館の利用者年ごとの推移、うん、利用者の推移を出していけばいいのかなって思いました。それを推移を見て映画館に行こうってなる心は、ちょっと待ってくださいね。1ポイント1ポイントです、はい、そうだよ、あれだね、どんなデータがあればチェンジするか、チェンジする、あ、そうですよね、そうです、はい、じゃあ、はい、じゃあ次、はい、じゃあノリピー行きましょう、うん、興行収入の、うん、
まあ、なんで、今具体例で思ったのは、まあ、映画って流行ってるやつもあると思うんですよね。あのスラムダンクとか、もう数回見に行ったし。で、こんな映画見られてるぜみたいな学んで、興行収入っていう言葉でくくりましたけど、まあはい、こんなに映画ってやっぱまだ流行ってるんだっていうのを見せたい。そんなぐらい。なるほど。あ、いいですね。これは、3にします。はい。さっきのまたのは、なんか3ダッシュみたいな、3プラスみたいな感じですが、ちょっとその、集計ルールないんで、3プラスでございます。はい。ということで、じゃあ次、バタヤン。はい。2つ目ですね。はい。2つ目は、ちょっと、私も使ったことありますけど、一人で映画行くとか、っていう人もいると思うんですよね。そういう時に、やっぱりこう、わちゃわちゃカップルがいたりとか、すると行きづらいので、やっぱこう、リアルタイムな今どんな人たちが来ててみたいな、一人で行きやすいかどうかみたいな、混み具合と来てる客層のデータ。面白い。面白いな。サポイント。おー、来た。面白いな。なんか面白いな。これなんか来週の目指せセイバー道もなんかそんな視点でなんかデータ集めてもいいと思うので面白いな。なるほどなるほど。はい。と思いました。はい。じゃあ次、デファン。これは、映画のその音響とか、映画制作じゃなくてその映画館に移すためにいろいろお金とか使ってると思うんですけど、はいはいはい、こんだけお金使ってるよ、こんだけ楽しませるために、こういうことにお金を使ってるよっていうデータ、使ってんだっていうんで、はい、映画行こうぜと。ありますね。あ、もうそこね、そこ自信持って言ったら3だったのに1です。自信か。はい。じゃあヌッピーお願いします。はい。自分の近くの映画館数みたいな、映画館の数って言えばいいのかな。意外にこんなに映画館って身近にあったんだみたいなデータかな。東京住んでるからかもしれないけど、結構映画館多いし、でも意外とどこにあるんだろうみたいなのも、ハテナだったりするので、はいはいはい。あ、じゃあ近いんだったらちょっと行ってみよう、みたいな風にさせる感じの、なんで自分の近くの映画館こんなにあるよっていうデータかもしれない。あー、それ表現としてはどうか、表現。マップかな。マップ。はい。マップに3ポイント。はい。確かになんか映画のなんかサイト見てもなんか都道府県別となんかこうリストでこう見るけど、なんか地理的なところはまあ Google とかでマップとか見ればあるかもなって、なんかそこにフォーカスしたことないなと、はい、なんだよね、映画のタイトルで上映館一覧は出てくるけど、はいはいはい、そういうところで、はい、ありがとうございます。お、レゲパンちょっと劣勢です。はい。折り返し。はい。じゃあ最後、データもう一個。はい。出してみてください。お願いします。また僕からですか、はい。僕は最後は、またちょっと似てるんですけど、映画といえば。といえば。まあ、初デート。かわいい人。かわいい人もでもね、そんなことないけど。はい。だからデートで、まあ、ちょっと親密になりやすい映画のジャンル。これも相手。都会だとこういったこう、なんだろう、ちょっとこうドキドキするようなアクション系がいいけども、2回目、3回目とかちょっとこう、面白い、関係が変わったときには、こういったデータの方がみたいな。面白い。その後、親密になりやすいみたいな。面白い、3ポイント。やったー今日ちょっと絶好調。なんか、全部3だから、ちょっと、言い捨てましたよ。はい。はい、じゃあ次、レギパン。はい。ラストデータ。はい。ラストデータ。ラストデータ。これは、やっぱこれからの映画って、映画見るんじゃなくて、映画に行ったっていう価値、なんかおしゃれな映画とか、コンセプトのある映画の方が、なんか、売れそうな気がするんですよね。なので、マップと、その写真、映画館、こういうレトロな映画です、みたいな写真とかが、簡単に見れるようなデータ。
なるほど。写真データ。ああ、データっちゃデータだけどね、そうか。ああ、ごめん、なんか、主観で1ポイントですね。そうだね、データ、まあ、前回はそうか、なんか画像とかもデータだけど、うん、そうだね。なんか、次回からちょっとなんか数値データというか、なんか定量データとか、定性データとか、うん、ちょっとその辺を手にしたいと思いながら、はい、そのルールの曖昧さに、あの被害被ったレゲパンでございました。はい。じゃあ最後、ノリピーお願いします。はい。はい、今思いつきました。あの、過去に流行った映画一覧を出してあげる。なぜかというと、なんか、今でやっとなんか昭和の曲とかなんでこの曲最近流れてんだろうみたいなエモいワードがあるかな。で、今の10代って多分それの映画とかってあんまり触れてないかなと思います。はい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 、はい。なので、そういう過去、実はこんな面白い映画ってこんなに流行ったんですね、みたいなのを出してあげると、もしかするといくんじゃないかなって思いました。以上です。すごい。面白いし、これなんか、ドリピーパブリックにあげられそうじゃないですか。って思いながらやってた。それで、ぜひこの場で若者に問うと。あ、面白いですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ、次いきます。質問5個目。これも1問だけ出します。はい。はい、データ以外で映画界に行かせるにはどうすればいいか、10代。はい。じゃあ、またや。はい。データ以外ですよね。そう。これは、まあ、ズバリ、うん、食べ物です。あ、うん、映画というポップコーンってとかあるんですけど、うん、あの、まあ、ちょっと暗い中で楽しめたり、うん、ちょっと映えるようなスイーツを準備する言ってください。今回あの綿谷の得意料理だったっていうのは、はい、わかりました。はい。じゃあレギュパン、はい、これは、うん、映画を楽しく見るために、うん、このなんかシートがその広かったりとか、うん、まあ、なんかカップルシートみたいなとか、うん、ある映画館、うん、そういう映画館を増やす。増やす増やす。ああ、あるしね、今ね。うん、増やす。うん、じゃあ、はい、ちょっと元気だったんで3ポイント、はい。よくかる。で、ここで、はい、ここであれですよ、ノリピー、ここで3ポイント取ると、ワタヤンと同率なんですよ。なんで、他人の話にかぶせて、いいねを言って、2連勝するかみたいな。え、マジか。しかし、タイムアップだと0点っていう。はい、食べ物でしょ。話が長くなってマイナス100点だよ。めちゃめちゃ300円で見れる映画館って言おうとしたのに。おえおいや、なんか若い頃って、うん、意外と金なくって、うん、1000円とかで見れたけど1000円も結構高いなって思ってだったらもうなんか300円くらいで10代になって見ればいいんじゃない、うん、と思って、あ、まあまあ席は限ってもいいけど、はい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 、上に来てもらって、そうそう、映画館に行くというなんか習慣というか、そう、なんかいい席でも、うん、めっちゃ見やすい席も、うん、端っこの席も同じ金額じゃん。確かに、確かに、確かに。だったら300円で端っこの席いいじゃんって思う。確かに。3ポイントです。うん。3ポイントです。はい。ということで、あのもうさっき言っちゃいましたが、今回ですね、あの終了なんですけど、今回の優勝は、ワタヤンとノリピーでございました。はい、うわ今回ちょっとね、集計もしなくてもちょっと分かんない、はい、ということでございました。ということで、はい、チェンジしますね。はい、以上でございます。はい、はい、はい、またちょっと次回、もうちょっとあの得点のルールを変えて、はい、あ、またちょっとね、だんだんみんな3取り出したんで、はい、ちょっと難易度上げようかなと、はい、お願いします。ということで、本日
終了でございます。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。展示版は終了ということで。はい。はい。では、今日の、まあ、コンテンツ第2回はここで終了となります。お忙しい中、ご覧いただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次回のラジオお楽しみください。はい。バイバイ。じゃあねー。はい、バイバーイ。